新チャンネルのジンでございます。今日はスペシャルボードガチャ3日目になりましたね。果たして出るでしょうか、まだまだ出ないでしょうか、それも含めていってみましょうか。ではスタート。さあ冒険の旅に出よう。はい、では今日の一つ目のニュースいってまいりましょうか。こちら、今回のガチャになりますね。ひな祭り記念イベントというものがやっております。大人気のあの2人が再登場ということになっておりますが、クロエとノホ、まあこちらね、以前限定でガチャが出たり降臨して、ノホなんかねゲットできるような形を取ってましたが、なんと今回は3月3日ひな祭りを記念してガチャで登場ということになっておりますね。ちょっと能力の方を見ていきましょうか。能力って能力ね、能力ね。まずはこちらクロエですね。ちょっとね、比較対象がわからないので、今現状のね、新しくなったステータスでお送りいたしますと、まず持続スキル、猫の恩返し、自分に全てのダメージに対する免疫を3ターン与えます。追加で味方の前列にいるキャラの防御力が 30% 上昇しますと。防御陣形で前列たくさんいるキャラを備えていた方が有利に展開するってことですね。で、スキル、ダンスタイム、倒れた味方1人を2ターンの間復活させます。2ターンの間全てのダメージを受けつけず、2ターン後に再び倒れます。追加で対象のダメージ量が 20% 増加しますと。いわゆる暴走を指定して2ターンの間生き返らせるっていう、まあ珍しい、他にいないようなね、こういうスキル持ってるのは珍しいカードなんですね。そしてもう一つ、お掃除の時間、全ての敵に魔法力 100% のダメージを与える。2段の間もしかしたら沈黙を与えるということですね。まあちょっとね面白いかな。その代わり条件が難しい。まず1人ダンスタイム使うとしたら、倒れてる相手がいないとまず使えない。そしてクロエもその分長生きしてもらわないと何の意味もなくやられてしまう。難しいな、このキャラクター、やっぱり。まあ、そのためにこれであれだろうね。免疫3ターンあって、味方、防御力アップと。うまく組み込んだら面白いキャラ、パーティー作れそうだね、でもね。ちょっと魅力的なキャラではありますが、私、以前のガチャで2体ゲットしてます。なので、今回はパスさせていただきます。そしてノホ、あ、今気づいたんですが、ノホとクロエ、1437632、1437632、あ、すべてあれですね、ヒットポイントも魔法力も防御力も敏捷も全く同じですね。あー、性能は一緒と。もうすでに私全部揃って全突しております。ノホは無料でいただけるときに取っちゃいました。ペインは剣よりも強い。すべての固定回復量が 30% 減少し、魔法力が 60% 上昇します。短期決戦のキャラクターで行くときにはすごい役に立つね。それから自分にすべてのダメージに対する免疫と複数免疫が3回与えられますと。こちらも、貫通防御無視が与えられるんだね。黒歴史の魔物、すべての敵に1200の固定ダメージ、追加に2ターンの間対象に魔法力 60% のやけどダメージ与えますと。これもね、固定ダメージね、地味に使えるんだよね、地味にね。これ甲状腺とかでも使えんのかな、ノホって。あ、でもあれか、ヒットポイントアップがね下がってるからきついな。間違った記録、すべての敵に魔法力 100% の魔法ダメージを与えます。追加でスキルクールタイムを20秒伸ばします。これがね、なかなか面白い。僕はノホはアリーナで以前は使ってましたね。どうでしょうね、今孫悟空とか魔法型増えてきたから、またノホを組み込んで使うっていうのもね、面白いパーティーなのかなと思っております。でもまあ今回の限定ガチャは引かず、スペシャルボードに全てをつぎ込みたいと思います。では行きましょうか。はい、ということで私はカルマですね。カルマにしております。3日目、合計オープン回数が今14回目ですね。21まで行くように引いてまいりましょうか。
いつものやり方、トランプの公式なんかこちら書いてありますので、ちょっとちょろちょろ見てください。そろそろ1回目なんで覚えたかもしれませんね。まずトランプ2回引きますね。1回目こちら引きますと、あ、ジョーカーで終わった。1回目引きますとこちら、例えばこれ9ですよね。9の横の列を見ていきましょう。そして次はこちら、ドン5。さっき横の列って言ったから、こっちは縦ね、縦5列目の9番を開く。つまりトランプに全てを委ねてカルマを発見しようというやり方で、私最後まで引かせていただきます。まあ今日は7回ですね。1日7回ずつ引いていくのが、一番ベターです。計14日間やってる間で全部開くことができるという枚数になっております。では1枚目いきましょう。縦3、1個巻いてないね。そしてどこだ、あ、10。昨日からね、10が非常に似てんだよな。10そうそうに開いちゃうな。3の10いきましょう。こちら1枚目に行かせていただきます。ボン、どうや、あー、エヴァンが来たな。はあはあはあ、人ね、うん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 。いやでもエヴァンも今日このボードの中で2枚出てんな。エヴァンちょっと捨てないで宝箱の中に入れておきましょう。なんか覚醒が来る来ないとかって噂があるんでね。よし、行きます。ドン、あ、いけない。ジョーカー、ジョーカーね、いらないか。もう入れなくてもいい感じだよ。5番、上から5段目引きますよ。まずそしてこちら、ドン、5の4でいきますか。開いてないですね。5の4、1234、5 1234と、こちら5の4、2枚目、オープンします。5い、おお、理性。あ、そっか、有事が出るぐらいだから理性もここに出てくるか。いやー、なんか新しいさキャラ欲しいんだけど入ってねえかな。せめて青龍とかナタまでかね、やっぱり。いやー、新キャラ欲しいんだよな。3回目、縦2で、2結構空いてんだよね。もう3つ空いてる。横はこちらだ。22でいきますよ。2の2、こちらボン、あれ動いた。オープン、オープン。おお、ゆい、やべえ、人連続しないでるな。人が連続しちゃってるね。あ、なんか少しずつ開いてきたっていう感じでポツポツと埋まってますね。うん、10列目が結構開いちゃってるんですが、これが真ん中とかパツポツいってたら引いた感すごいあるんだよな、きっと。では4枚目引きますよ。今日の4枚目はこちら、また5段目だ。5段目来たね。5段目のいくつだ、5の7、出た、セブンカード。5の7、1234、5、さっき青龍がいるのは4、5、6、7、ここか。引かせていただきます。ドン、来い。ついにペペがとか来ちゃったね。うわー、どの辺潜んでるか全く分かんねえな。じゃあ次、5回目ですね。まだ開いてないところはあるかな。あ、1列目が1個も開いてないね。縦1列目か。ではいきます、オープン、ドン。8が来た、下の方ですね。8の1、あー、1来ましたね。ついに初めての1列、いきます。8の1、これだ、オープンします。ドン、来るか。ハウルね、ハウル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 、ホール、ハウル、ホール、ほうほうほう。あー、でも結構人をね開いちゃったね。人を開いたな。あと2回ですね、今日の分は。
いやー、引きます。ドン、またジョーカー1枚目ドン、こい、6ですね。6段目の横は3、6の3、1、2、3、6の3、開いちゃってるね。じゃあ次こちら4、隣ですね。一応人をね、いるね。人のつながりっていうのはね、下につながっていくかどうか。6の4、ここですね。いきましょう、ドン、こい。おお、つながった、ベリカか。今んとこさ、もう全部人持ってるやつしかいねえんだよな。チンタオだけだった、ゲットしたの。あと全部売却しちゃったよ、もう。では今日ラスト1枚目。あ、なんかちょいちょいボード上がね、開いてきた感じがするね。20枚引いたら。じゃあ今日ラスト1枚になります。まず1枚目こちら、10、10きたね。こうなると1、5、7のどれかですね。1、5、7、早くいっちゃいますよね。出るか分かんないから。10、10でしょ。あ、1きた。あかんやつや、あかんやつや、これ。もうね、敵と敵に挟まれてるから、もうこれ敵ですね。敵でしょう。1の10、一番上ですね。オープン、ダメなやつ。ほらね、データでしょ。もう敵に囲まれてると絶対敵なんだよ、これ。はい、ということで今日はまた7枚開けさせていただきました。21ですね、4分の1ぐらいかな、開けさせていただきました。どうだろうな、これ。確かね、最短でね、50何枚目ぐらいで引いたから、8日目とか9日目ぐらいが一番来る確率は高いです。もうしばらく我慢ですね。明日その8回目9回目の半分ぐらいの4日目になります。ぜひとも、いや、まあ来るかわかんないけどな。ちょっと楽しみにしてください。では今日も見てくださった方ありがとうございます。もしよかったらグッジョブ、またはチャンネル登録よろしくお願いします。ではコルパネです、バイバイ。